こんにちは、食事処さくらです。このチャンネルはいつものご飯をちょっと美味しくをテーマにした料理教室を開くことを目標に活動しています。今日は簡単に作れる丼作ってってリクエストいただいたので、家にある食材で作れる卵丼を作っていましたので、最後まで見てもらえたら嬉しいです。では早速いってみましょう。今日は2人分のレシピです。まずは先に丼つゆ作っておきます。水 100cc、 お出汁を取っていればお出汁でも大丈夫です。醤油大さじ 1.5、 みりん大さじ 1.5、 砂糖大さじ1、本だし小さじ1。これをしっかりと溶かしておきますね。余裕のある方は後でフライパンに直接丼つゆ作っちゃっても大丈夫ですよ。これで丼つゆの完成です。次は長ネギの下処理です。今日は1本まるっと使っていきます。ちょっと長くて切りにくいので半分に切っちゃいますね。まず根元を落としてから斜めに薄くカットしていきましょう。今日は長ネギは丼つゆでさっと煮るだけなんで、厚めにカットすると長ネギに火が入るまでに時間かかっちゃうんですね。その分丼つゆも煮詰まって水分ないけど味は濃くなるので、薄めにカットしてさっと火が入るようにしてあげますよ。長ネギはこれくらいで OK です。長ネギの緑のところの付け根には土が溜まっていることが多いので、よく洗って土を落としてから同じように薄くスライスして食べちゃいましょう。そういえばいつもやってるこの食材の見え方ってどうでしょう。今更ですがちょっと見えにくいかもって不安なんですよね。コメントで教えてもらえたら嬉しいです。これで長ネギの下処理ができました。青いところは無理に全部使わなくても大丈夫なんでね。次はあったら嬉しい三つ葉の下処理です。なくても全然美味しく作れますが、あるとグッと上品になるんですよね。三つ葉の量はお好みで大丈夫ですよ。今回は1パックの5分の1ぐらいですね使っています。まずは茎と葉に切り分けるように分けて、茎はすぐに火が入るように細かくカットしてあげましょう。細かくカットしてあげることで繊維を断ち切ったところからも香りが出るんでね。茎はこれぐらいで大丈夫です。葉の部分はそのままだとちょっと大きいので、一口で食べられるようにカットしていきましょう。これで三つ葉の下処理は OK です。葉は半分の量を後で乗せて、残った半分の葉と茎は後で溶いた卵に混ぜていきますよ。次は卵の下処理です。今日は卵丼の名の通り4つ使っていきます。これをまずは殻を割って、これを混ぜていきますね。こうやっていつものように混ぜてもいいんですが、今回はちょっとだけ一手間ポイントです。こうやって白身を断ち切るような感じで混ぜてください。これは白身と黄身って火の入る時間が違ってくるんですね。白身が断ち切らずにドゥルーンって煮てるときはそこだけ火が入らなくて、そこに火が入る頃には他がパッサーってなるので、白身に火が入りやすくなるように白身はしっかり細かくしてあげるんですね。それなら最初みたいにぐるぐるって混ぜたらいいじゃんと思いますよね。でも白身と黄身って食感も違うので、丼にするときはぜひその食感の違いも楽しんでもらいたいなって思って、あまり白身と黄身を混ぜすぎないようにしてますよ。これで卵の下処理ができました。ここに先ほど刻んだ三つ葉を入れて軽く全体に混ぜ合わせておきます。全体にさっくり混ぜ合わせてあげれば大丈夫ですからね。これで食材の準備ができましたので、早速調理していきます。今日は一つのフライパンで2人分作っていきますね。先ほどの丼つゆをフライパンに入れて中火の弱火にかけていきます。余裕のある方はこの時点で丼つゆを作っても大丈夫です。温度が均一になるように温めながら混ぜていきますね。丼つゆが温まってきたところにカットした長ネギたちをぶち込んでいきます。ここで長ネギはさっと煮て火を通してあげてください。めっちゃ余談なんですが、私お蕎麦屋さんの香りが大好きなんですよね。そのお蕎麦屋さんの香りがするんで、ここのシーン大好きなんです。めっちゃ余談でした。長ネギのいい香りがしてきてしなーってなれば大丈夫ですよ。そしたら火を弱火にして、ここに溶き卵を全体に回し入れていきます。これだけだと丼つゆと卵が均一になってないので、火の通りもバラバラなんですね。なのでヘラを使って軽く全体に混ぜ合わせていきましょう。卵と丼つゆを均一にしてあげるイメージですね。ここで混ぜすぎると卵にどんどん火が入ってくるので、ある程度サッとで大丈夫なんでね。
しっかりと混ざったらここで蓋をして、今回は40秒ですね。卵にしっかり火を入れていきますよ。40秒経ったので見てみますね。めっちゃいい感じに仕上がりました。私これぐらいの半熟加減が好きなんですよね。この卵がとろっとしてる感じが本当にお腹空いてきました。ちょっと半熟のところがあるぐらいが後で余熱で火が入っていくのでおすすめです。それでは早速盛り付けていきます。今日は簡単な丼作ってってリクエストいただいたので、家にある材料で卵丼を作っていました。ネギの代わりに玉ねぎでもいいですし、今日はあったら嬉しい三つ葉を入れましたが、揚げ玉やちょっと残った豚肉なんかを入れたり、お好みの卵丼ライフを送ってもらえたら嬉しいです。今日のポイントです。卵は白身を断ち切るように混ぜて、混ぜすぎないで食感の違いも楽しんでもらえたら嬉しいです。今日もご視聴ありがとうございました。暖かくなってきたので、そろそろ冷たい系のレシピも考えています。こんなの食べたいってリクエストあれば教えてくださいね。